はい、皆さんこんにちは。Threefall Japan です。今日は Boeing 737のライトを紹介していきたいと思います。ライトというのは灯ですね。航空機には様々なライトがついております。皆さん、夜飛行機を見ているとピカピカ光ったり、赤や緑のライトが光ったりしているのを見たことがあると思います。それらについて今日は解説していきたいと思います。その後にはですね、コックピット内のライトも紹介したいと思います。夜のコックピットはすごく綺麗です。では今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、外部のライトから説明していきます。はい。まずですね、外部のライト関係、ここに、あります。まずは、電源入れたらですね、このポジションライト、ステディの部分にします。飛行機によってね、ナビゲーションライトだったり言いますね。737ではポジションライトをステディにします。するとですね、はい、ちょっとね、わかりづらいので、暗くします。さあ、こんな感じでいいでしょうか。綺麗ですね。これですね。グリーン。右がグリーンですね。なっております。で、左がレッドです。あとはですね、この横の後ろ、各色、白のライトですね。こちらも先ほどありましたが、一緒ですね。白ですね、後ろ側。これはですね、右が緑、左が赤というのはですね、遠くからですね、この飛行機の進んでる方向というのがわかるようになっております。遠くからもですね、この飛行機がどっちに進んでいるか、おおむねわかるように、このようになっております。船から出ますね。右が緑、左が赤です。では、次行きます。では、続いて、アンチコリジョンライトですね。これをオンにします。はい。もうすぐわかりましたね。ピカピカ光っております。これはね、上下についております。これですね。で、上にもついてますね。この点滅している赤のライトです。これはですね、通常、プッシュバックを始めるときにオンにします。この飛行機に近づくと危険だよというところを周りに知らせます。アンチコリジョンライトをオフにするタイミングはエンジンカット後になります。では続いて、このポジションライトをストロボ&ステディにします。向こうですね。するとですね、はい、横のライト、どうなりましたか？はい、点滅しておりますね。この右前ですね、グリーンの横。これですね。これはですね、滑走路に入る前にスイッチをオンにします。はい、後ろにもありますね。これは相当視認性が良くなります。遠くからでもね、わかりやすいですね。ちなみに、このボーイング機、今、そうですね、光っておりますが、赤色、白色ですね、光っておりますが、エアバスはですね、2回ずつ光ります。ポポン、ポポンと。では、このエアバスの映像をね、ここに出しましょう。どうぞ。はい。エアバスですね。このように2回連続で点滅してますね。違いますね。はい。こんな感じですね。では続けていきます。続いてはですね、タクシーライトつけましょう。いきますね。続いて、こっちに行きます。タクシーライト。はい、来ましたね、タクシーライト。これはですね、737の航空機のですね、いろいろです。この横にタクシーライトついてるのがあれば、同時についてるやつもあります。どちらかというと、新しい方はですね、この横に全部まとまってる感じですね。一回明るくしてみましょうか。こんな感じですね。こんな感じ。で、ちょっと明るくしますよ。はい。この状態でオンにします。タクシーライトオン。はい。光りましたね。次、ターンオフライトはですね、右や左のね、展開するときにですね、照らしてくれます。車でもありますね。左に切ったら左が、左を明るくしてくれる。という機能があります。飛行機はね、オートではありませんが、あります。では、レフトオンにしましょう。はい、ここですね。光りましたね。はい。これが、ターンオフライトとタクシーライトです。続いて、ランディングライトいきます。はい。同じところが光りましたね。向きが違いますよね。同じところが光ります。ではね、他にも737、もっとわかりやすいやつがありますので、その737のタクシーライト、ランディングライトの例を見てみましょう。はい。このタイプですね。こういう4つついてるやつ。これをね、ちょっとやっていきます。まずはね、タクシーライトをオンにします。タクシーライトのね、ポジションも変わってますよ。はい。こちらはね、ついてませんね。はい。ギアについたライトが点灯します。これですね。じゃあ、ターンオフライトをつけます。では、レフト。はい。こちらが点灯しましたね。先ほどはね、全部こちらにまとまっていましたけど、今回は違います。では、切りまして。続いて、ランディングライト行きます。先ほどはね、同じ場所から、点灯しておりました。次は、フィックスとランディングライトつけます。はい。こちらですね。横にあります。驚きはですね、次です。はい。ではですね、続いてその横にありますライト。これもランディングライトなんですけども、リトラクト式なんですね。男の子がみんな大好きじゃないでしょうか。昔の NSX だったり、ロードスター、あとはセリカ GT4 なんかにも使われておりました。パカッと開くタイプのね、電気です。では、つけてみましょう。まずはね、下ろしましょう。はい。はい、降りてきましたね。これです。これです。もう一回ちょっとやりましょうか。はい。では、もう一回押しましょう。そして、電気をつけましょう。下まで。はい。こんな感じですね。はい。このようにね、737はね、まあ、いろんなタイプのランディングライトがあります。はい。続いて、ウィングライトですね。したらここについてますね。ここ。翼を、そのまま名前の通りですね。翼をね、照らしております。でちょっと夜にしてみると分かりやすいですね。こっちは。はい、こんな感じですね。こちらも一緒です。さあ、ウィングライトオフ、オンをね、客室から逃げましょう。今の状態はね、オフにしてあります。ついでオンにしてみます。多分分かりやすいですよ。はい、こんな感じですね。全然違いますね。はい、もう一回オフにしましょう。はい。では続いて、ホイールウェルライト。これをいきます。オン。はい、もう分かりましたかね。この、リア室の中ですね。この中を照らしております。ホイールウェルライト。はい。リア室の中ですね。はい。ライトがありますね。ちなみにね、ここ、コックピットで操作しなくてもね、リア室内にもスイッチがありますので、リア室内で点灯させることができます。はい。続いて、ロゴライトですね。垂直尾翼を照らします。はい。外部のね、ライトは以上になります。では、全部オンにしておきましょうか。こんな感じですね。すごく綺麗ですね。さあ、続いて、コックピットの中のライト、説明していきます。では、コックピット行きましょう。さあ、来ました。真っ暗ですね。ではでは明るくしていきますよ。では、オーバーヘッドからいきましょう。オーバーヘッド。まずはですね、コックピット全体を明るくしたいときは、このドームライトですね。はい、コックピット全体が明るくなりました。はい、続いてですね、こちら、サーキットブレーカーですね。サーキットブレーカー。この後ろにあります。サーキットブレーカー。ここですね。ここを照らします。もうちょっとこう絞ると暗くなります。こうすると開くと明るくなります。で、オーバーヘッドのこのライトですね。文字のライト。これをね、巻くとどん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 明るくなります。こんな感じですね。はい。では続いて、フォワードパネルと、ドリアシールドやっていきます。まず右から行きましょう。これですね。このように。ここに、ライトが入ってまして、フレアシールドを照らします。下ですね。これ、ここに同じようなライトがついております。ちょっと一回消しましょう。で、続いて、この先ほどオーバーヘッドのようにね、この文字、のところですね。こういう線とかね。そういうところを光らせます。これですね。はい。明るくなりました。右席も同じようなのがありますので、そうですね。明るくなります。お、いい感じですね。少しまあ、お好みでつけておきましょう。ね。はい。今度はね、この液晶パネル。ディスプレイですね。ディスプレイのライトです。まずはここですね。これで、軌道を調整します。で、次、インボードですね。同じように、このようにね、変えます。で、続いて、この2つのディスプレイ、アッパーとローは、これもここでね、出させますね。外がね、暗くなってくると、ちょっとずつ軌道を絞っていって、暗いにね、目を慣らしていきます。CDU もですね、このように。はい、これでまた軌道を絞って、軌道を上げます。こんな感じですね。はい、右席にもですね、ディスプレイ、この軌道をここでね、変えれます。では続いてコントロールスタンドいきます。はい、コントロールスタンドのライトはここですね、2つついております。まず、パネル自体を明るくしましょう。こうですね。はい、明るくなりました。では続いてね、パネル全体を上から照らしてみます。フラットライトですね。こうですね。この上にライトがついております。ここですね。はい、消します。ちょっと違うアングルからいきましょうか。こんな感じですね。はい、続いてですね、こちら。左に2つのスイッチがあります。ここですね。マップライトとチャートライトですね。これを動かしていきましょう。いきます。はい。この上にね、ライトがついております。はい。続いて、チャートライトですね。はい。ここですね。ここにね、バインダーがあります。ここにね、チャートを挟んだりします。今はね、どこの会社も EFB になっておりますので、ここにね、iPad をつけておりますね。はい、右付けもですね、こちらに同じものがついております。では、最後にですね、細かいところですけどね、その他にですね、この辺のディスプレイや、こういう文字ですね、文字につきましては、このようにね、先ほど、絞ったりすることができましたね。パネル自体ちょっと暗くしましょうか。はい。こんな感じで、軌道調整細かくできました。ディスプレイもですね、このように。できましたね。軌道調整できます。ただ、この辺とかね、この、ランディングギアのインジケーターライトと、細かく調整できないところについては、ここをですね、ディムにすると、このように少し薄暗くなりますね。ナイトの時はね、このようにディミングします。はい、元に戻してます。あとね、これテストスイッチでもありますのでね、上にやるとテストになります。はい、すべてのライトがね、このように光っております。はい、以上がね、コックピット、また外部のライトの説明でした。ではですね、ちょっとナイトのランニングをしてみたいと思います。20, 10.ね、やっぱり夜のコックピットは真っ暗にしてみましょうか。こんな感じですね。おお、かっこいいですね。さあ、今日はですね、この737を使って各種ライトの紹介をしてきました。皆さんもですね、空港に行った際、またご搭乗された際、意識してちょっと飛行機を見てみてください。違う楽しみ方があるんじゃないでしょうか。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。